こんばんは、ポンちゃんです。今日はの平日なんですけどね、バンバンと撮っていこうかなと思います。はい、で今回はですね、あのアイジョイさんの、ネプチューンキット、これ多分ね、あんまりそんなに多分、ね、レビューされてる方もあんまりいないと思うんですけど、まあいわゆるポットですね。はい、こちらね、やっていきたいと思います。ちょっとサンプルって書いてありますけどね。はい、今回はですね、まあなんとあの初のご提供で、ソースモアさんからですね、ご提供いただきました。ありがとうございます。頑張って作っていきますんで、よろしくお願いします。ね、アイジョイっていうと、まあ、あんまりね、最近ちょっとおとなしいというか、あんまりこう話題にならないような気もしないでもないんですけど、結構バッテリーとかでね、有名というか、まあ使ってる方もいるんじゃないかなと思いますが、今回はポットを紹介してまいります。手元に参ります。はい、手元に参りました。箱はこんな感じですね。アイジョイネプチューンと書かれています。はい、まあ特にまああれなんですよね。まあ裏にはこんな風に書かれていて、まあまあ中に何が入っているよみたいなスペックとかね、書かれております。開けていきましょう。よいしょ。開けるとですね、もういきなり本体入ってるんですよ。まあ綺麗ですよね。これめちゃくちゃ映っちゃうんじゃない、これ。はい、こんな感じで、これ今回送られてきたのはもうブラックですね。あのカラーバリエーションね、いろいろあります。はい、こちらこんな感じ。はい、こんな感じ、いろんなカラーバリエーションがあるんですけど、私のね、手元に来たのはこの黒いやつですね。これ取りづらいね。こんだけね、これ発射するとピント合わないんですよね。はい、こんな風になっています。ね、この位置から動かすなってことですね。はい、結構ね、本体はずっしりしていますね。意外と重いです。で、ここはもう金属ですね。もうピントずれまくるじゃないか、これ。まあね、これちょっとフォーカスをこれで固定しました。はい、本体はね、こんな感じですね。まあ、すごい綺麗です。この表面のね、ツルツル。これね、ちょっと指紋がすげえ目立つ感じです。はい。これ、裏、ちょっと送られてきてるものが、これは、多分サンプルなんでこれ入ってますけど、製品版はこれ入ってないはずです。ね、ノートホセールとか、普通入れないでしょうからね。はい、こんな感じですね。これ、ポットです。はい。もうね、結構使ってるんで入っちゃってますけど、うん、まあまあ見た目はとてもいいです。あとこの表面がすごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗です。はい、で中のバッテリー容量が 650mAh、 マックスパワーは 14W と、まあ標準的なポットっていう感じですかね、ここまでは。はい、でこれね、操作ここだけなんですね。まあボタン1個しかないんですけど、5グリップで電源が入りまして、3回でこれね、こう出力が変わっていくんですけど、このね、変わり方が、あれ、これ変わってないね、変わり方が独特で、まあ、3段階あるんですよ。赤、青、緑で変わっていくんですけど、まあ、赤が一番低くて 3.5V の出力で、次が青で 3.6V で、緑が 3.7V と。これちょっと刻みすぎだね。もうちょっと幅持ってもよかったんじゃない ?3.567 っていう風に刻まれるので、まあ、3.5、3.7、4.0 とかでもよかったような気がしますけどね。はい。まあそんな感じの細かい設定ができると。細かい設定ができるっていう言い方がいいのか、ちょっと何とも言えないですけど。はい。そんな感じですね。で、ポットはね、こちらですね。これ、2つ入ってますね。あ、やべ、内容物の紹介を忘れましたね。内容物は、あんまり入ってないんですよ。ポットが2つ。まあ、1個は本体についてて、もう1個は、予備で入ってます。と、充電用の USB ケーブルですね。で、まあ、なんと、これも、ついに、USB の C になりましたね。これはいいですね。はい、USB-C で充電ができますよ、ということになります。まあ、あとは、まあ、これね、まあ、こういう、まあ、まあ、こういう、まあ、いつもの説明書とか、まあ、これは、日本語はないんで、英語のところを見ましょうという感じです。まあ、あんまりね、そんなにこう、操作は非常に簡単なので、そんなにマニュアルで困ることは多分ないと思いますね。うん。で、これね、ポットなんですけど、これね、結構でかいコイルが入ってるんですよ。ちょっとね、これ使っちゃってるんで、
ちょっと汚くてごめんなさい。カリバーンみたいね。最近話題の。カリバーンなんかもね、確かこんな感じのコイルが入ってますね。多分ですけど、これメッシュではないです。一応ね、こう、どこにも書いてないんで、こう一生懸命ね、こう見ているんですけども、なかなか見えないんですが、メッシュっぽくないですね。まあ、そもそも1オームなんで、多分メッシュはないかなと。はい、で、容量は 1.8ml 入ります。はい、リキッドチャージはここを外して、ここから入れる。これね、穴3つあるんですけど、まあ、真ん中はね、もちろん入れてはいけません。この両サイドどっちかから入れると。で、これ面白いのが、これね、ここにこうシリコンの、まあ要はゴム栓みたいなね、ものがあるんですけど、これね、内側についてるんですよ。この内側についてるの。なので、この中にあるこの棒ね、この棒たちが、内側にこう入ってって、このこうキャップをするというか、あの密封するっていうような形ですね。要は表にこう、オーリングみたいなね、ついてるわけではなくて、内側にオーリングがついてる。まあそういうあのドリップチップあるでしょ？まああんな感じになってると。これ、あんまり見ないなと思いましたね。で、まあ、リキッドチャージはね、これ簡単でした。まあ、最近なんでね、この辺にこう、ペロッと開けてやるのもあるんですけど、で、こういうタイプって私、基本嫌いなんですよ。めんどくさいから。でも、こんだけでかければ、まあね、これ簡単に外れるんで、これはいいかなと思います。はい。こんな感じですね。で、裏は、まあ、これが、ね、まあまあ、電気の端子と、これエアホールですかね。まあ、普通ですかね。で、まあ、重装量はね、でかいのはいいかなと思いますね。で、よく言うとですね、これ私だけしか多分気にならないと思うんですけど、この重装の位置、これもうちょっとね、下げてほしいなっていうのはよく思います。実は仮版もね、こんな感じなんですよ。もうちょっとこれ下にあった方が、こうね、こう、リキッドがこう、下に下がってきた時にね、こう、供給されやすいんじゃないっていうような気もしますけど、どうなんだろう。俺だけかなこれ聞いちゃうの。はい。そんな感じですね。もう喋ることはあんまないんですけど、どうしようかね。まあ喋ることないんで、吸っていこうかなと思うんですが、あの、文句がね、一個だけあるんですよ。この、寄りの時に取っておきたい文句が一個だけあるんです。これね、これつけるじゃないですか。すげえ緩いんですよ。これ分かります？これ。これ。大丈夫？これ。これ多分ね、取れるんじゃない？本当に。ね？こんななんですよ。これはどうなの？っていう。アイジョイさんですから。まあね、ちゃんとしたメーカーさんですからね。こういうところはね、なんとかしてほしいなって思いますね。中はこんな感じです。で、パフボタンではなくて、不圧センサーなので、まあ、いわゆるオートパフ、まあ、吸えば、勝手にパフされるよっていうような形になります。このせっかくの表面もね、めちゃめちゃ綺麗でいいんですけど、これだけがね、なんかなっていうね、気がしますね。で、もう一個のね、ポットもやっぱ同じなんですよ、これ。こっちの方がなんかちょっとひどくない？これ。ね、はい。ここは直して欲しいなと。まあ、こいつをね、バージョンアップすればいいだけなんでね、できるんじゃないかなと思うんですけど、そんな感じですね。はい、じゃちょっと引きのカメラで吸っていきましょう。はい、そういうわけで、今手元で見てまいりましたけども、あんまりね、まあ、ああだこうだ言うところが正直あんまないんですよ。なので、ちょっとね、先に、どれぐらいまあ、水が出るのかとかね、気になると思うんで、やってみようかなと思います。まずは、ちょっと待って。まずはね、一番の出力が低い 3.5V からですね、吸っていきたいと思います。あのね、これ、まあ、特徴はないとか言っちゃいましたけど、すげえ味は出ますよ。ものすごい味はちゃんと出ます。はい、結構びっくりします、これ。で、ドローなんですけどね、まあ、MTL ですね、これは。DL、できなくもないです。できなくもないけど、これはまあ、多分ですね、これはもう、塩とか、そういう系、がぴったりです。ぴったりです？ぴったりかな？ぴ
ったりです、うん、ぴったりでした。はい、なのでこれを実は昨日かな DL をしてみたんですよ。そしたらねやっぱ供給がちょっと追いつかなかったんでしょうね、ちょっと意があるっていう感じでした。なのでこのポットの多分、ちょっとその供給が悪いのかもしれないですね、少し。ただ、通常の MTL で吸ってる分には全く問題ないので、まあこれはもう MTL 用というふうに開発をされてるんじゃないかなと思います。ちょっと開けてみますね。これね、開けてみますね。でも 0.1V しか変わらないんで、あんまり変わらないんですけど、これが第 2段階目、真ん中ですね。ちょっと変わったかな。映像だとちょっと変わって見えるかもしれない。これぐらいです。で最後一番強いやつ緑ですね。味的にはねやっぱちょっと変わります。やっぱり質量が高いと、まあ、それなりに濃く出るような印象はありますね。これ今入ってるリキッドはね、普通のリキッドって言い方はあれですけど、一般的なメロン系のリキッドが入ってます、これ。で、3070かな、確か BGVG3070 の、まあ、普通のリキッドなので、まあまあ、何の問題もなく吸えますね。で、ちょっとだけスピットバックあるかなっていうぐらいなので、あんまり気にはならないと思います。ちょっと DL していますね。これぐらい吸える。ただこれもう一回 DL したらおそらくちょっとドライヒット気味になるかもしれないですね。まあ大丈夫だね、まだ大丈夫。まあ、これねずっとこう昨日夜ねずっと吸ってたんですよ。そしたらねやっぱり何回か DL をするとちょっとドライヒットまではいかないですけど、あそろそろやばいなっていうあの感じがしてくる。まあ、そんな感じです。ただ味はねうまいんですよ本当に。もう最近のそのポットの基準が多分非常に今高いので、これが特別うまいのかっつったら多分そうじゃないんでしょうけど、昔でもないね1年ぐらい前とか、本当にこういうスティック状の、ポットね、あれを吸った時のあの味のなさの衝撃からするともう考えられないぐらい味が出ます。なので、まあ、この見た目だったりとか、あとは、まあ、よりそういう添加したりとか、そういうリキッドを吸う方で、できれば、まあ、社会人の方ですかね。まあ、こういうデザインなので、まあ、ポケットにね、こういうところに入れといても全く問題ないというような感じですね。なので、そういう方をね、ターゲットにしているのかな、なんていうふうに思いました。はい。これだけは、これはちょっと、これ許せない。ないでしょこれ。もうちょっとカチャッとなんかなんとかなんなかったのかよっていう感じはしますけどね。ただ味はねすごい出ますよ。はい、結構びっくりしましたね。で今回ねソースノアさんからこれをご提供の話をいただいた時にですね、てっきりですねちょっと選べるのかなと思ったんですよ。いつもヘルスファミンさんなんかはどれをやりますって言ってくれるんですよね。そういう中でソースモアさんはですね、これなんかどうですかって言っていきなりポンとこうこれはどうだっていうふうに言ってたんで、あ多分そういう仕組みじゃないんだなここはと、そういうシステムじゃないんだろうなと思って、やりますよってぜひぜひということで送ってもらったんですけど、だからあんまり期待してなかったんですよ正直ね。アイジョイっていうそのブランドもまあファンの方はねもちろんいらっしゃると思うんで、あんまりこういうことは言いづらいんですけども、普段あんまりその気にしないっていうかね、商品選定のその候補にあんまり上がらないっていうのが正直なところなんですよ。でそこでまあ今回これをねまあそういうまあ縁というかタイミングでこれが来たので、どんなもんなんだというふうにやってみたんですけども、ちょっとこの味の出方だったり、そういった部分はね、結構驚きました。ただまあね、こういうのとかはちょっと、なんとかしろよっていうふうに思いますけど、なんで、
トータルするととても惜しいんですよね、私からすると。非常に惜しいなと思いました。これであとこのデザインね、これは多分あの嫌な人は嫌ですよね。これだったらかっこいいじゃないっていう、まだね、このままの方が。これでなんかこう、まあどうやったら捨てるかわかんないけど、なんかね、こういう方が良くないですか。こういうなんかこういきなりね、このプラスチックのこんなのがついちゃうんで、ここなんかカバーとかね、そういうのでも良かったんじゃないっていう気はしますけどね。まあ、とはいえ基本性能はあの非常にいいかなと、まあ、足とかね、そういう意味ではとてもいいかなと思いますんで、はい、ぜひねご検討いただければと思います。ちなみにですね、ソースモアさんのサイトではこれで、見るとですね 32.99 ドルするんですよ。高いでしょ。3500円とか4000円弱ぐらいしちゃうんで、これで4000円かよって思うんですけど、あのクーポンコードを今回発行していただいていて、クーポンコードを用意入れるとなんと、15.3 ドルということになります。半額以下になっちゃう。まあ、そもそもその 32.99 ドルって何なのって気がしますけど、今日は、ね、15ドルぐらいで買えるので、まあ、2000円弱ぐらいとかね、はい、で買えるかなと思いますね。ぜひねご興味のある方は、あの私のねツイッター、目玉焼きチャンネルのツイッターの方にですねリンクと、クーポンコードの方を、この公開後にですね貼らせていただきますので、ぜひねそちらを持ってあの ご検討いただければと思います。はい、そんなわけでソースモアさん、すいません、あの一発目のレビューでこんなになんかいろいろ文句を垂れて大変申し訳ないんですが、あのそういうチャンネルですので今後とも一つよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。